長の久吉は片岡康之コーチらと共に10人の美女との合コンをスクープされた。この時長野は下平さやかアナ、片岡コーチはベッキーというパートナーがいる状態だった。さらにその3年後、長野と片岡コーチを含む8人で合コンをしたことがスクープされた。長野は合コン後背筋痛で登録を抹消された。長野は巨人への愛が強く、他球団からの指名があっても断っていた。坂本隼人と坂長コンビという名前で黄金期の打線を引っ張っていた。